はいどうもヘドですはい本日も始まりましたヘドが行くはい、えー、今回行ってきたのはですね西船橋ですお<う>初めて行くエリアですよね西船橋うんなんかねあの船橋まあ一回行ったか、うんはい、船橋行ったりだとか 千葉県って僕全然ゆかりがなくて本当に分かんないのよねで西船橋ってだからどっちかっていうともう東東京京より一番にに近い千葉にななのかなまあそこが市川かっていうような、ね、ああなるほどなるほど逆にその市川市川って俺やっぱ聞いたことあるのよ市川にはねピンとないのよね<ー>大きい町そうな感じして行ったことないから分かんないだけど町の規模はね大きい町だからあんのかな <laughs> ないのよね 完全に住宅街ですからねあそうなんだ、はい、でこの西船橋っていうのにありましたで行ってきましたでは、えー、今回行ったお店はこちら乙女クラブ漢字で乙女クラブって書くお店ですね<ー>、えー、料金がもうねあの情報局とかなくなってきましたんであのほとんど割引がなくなってきました、うん、駅近とかにたまにあるかなぐらいなんで今回も通常料金 30分 5, 円でしたフリー1回転ドリンクはお茶と、えー、客入りはね即案内でなんかアナウンス聞いてる感じだと多分1客いましたうーんでこの前あの YouTube の方のコメントにもあったんだけど「フリー1回転ってどういうこと教えて」ってあったんだけどそらそうよね知らない人からしたらもうさっぱり1回転って何って感じよね確かに、うん、確かにピンクロ以外で1回転2回転っていうのはないもんね まあ、一部スの花びら回転ぐらいじゃないですかアンダースッでもそうなんだでも基本やっぱりサロカあとはキャバクラとかになるのかなまあキャバクラそうですねぐらいの感じをねえー、黒髪ロングヘアの40代だと思いますまあね女性の方がねまあ実年齢に僕に言ってたんであれなんですけど僕のイメージ通りな感じで見た目はあのガンバレルーヤのよしこちゃんみたいな感じ あ結構似てた本当にイメージとしては、はい、なんか壁っぽい顔わ <laughs> かる壁,か壁、えー、コンクリの壁っぽい感じのお顔をされてたかなと<ー>ちょいっぽちゃですねレベルは6から7くらいバストは D から E カップぐらいかなって感じですテクはよだれ多めのテクのみと、まあ、レベルとしては、まあ、まあレベルのテクかなとうん,うん 普通の主婦のおばさんと話してるみたいです <laughs> 本当に感じはいいんですよ感じはいいんですけどマジで普通の主婦のおばさんって感じそういう人も働いてんだっていうねまあまあまあだからまあ中にはいるやん俺らもこう働いててさそういう人来るやんはい自分たちの奥さんだって考えると怖いよねああねえもうそうなっちゃうんでしょうねでもそそんなのさそれが 旦那さんにバレてるケースも見たことないやんまあまあまあねしかも結構な量働きに来てるよねそうですね、うん、しかも旦那さんもそうやし彼氏いる子なんてほとんどよね逆に彼氏いない子を探す方が難しいぐらい意外と可愛い,い子の方が彼氏いなかったりしますか、ね、ああかもね、うん、キスとか何もなくそっからでしたなんかムードとかも全くなくてなんかプレイしてる途中に「あそうだそうだ」って急に話しかけてきたりするんだよ ああ今ってお前だからもうそこら辺がもう、うん、主婦のおばちゃんと話してる感じなの本当にプレーそっちのけ喋りかけてくる感じな <laughs> ムードとか全くなかったね <laughs>、えー、感度はちょいありおっぱいも少し感度あるかなと中は少し濡れぐらいですかねうん,うんマル秘度0点特になしと店員さん6点 オーソドックススタイルの細いおじさんですね。50代ぐらいかなって感じ。感じは悪くないです。普通のおじさんっていう感じです。りょうん君。二点。かなり高いかなって感じました。まあ、そうですね。高いね。うん、まあ、郊外になって、高くなってっていうのはわかるけど、高いね。コスパ。うん、ん大塚クオリティ,、うん、リティな感じです、ね。そう、クオリティーは大塚なのよ。 なんだけど値段が高いね値段がそうですね、うん、池袋とかと変わらないような感じですもんねそうだねまあ大塚の相場で行くなら2500円ぐらいああ3000円かなと思っちゃうねヘド的おすすめ度ロ点正直ね潰れてんのかなってくらいうさんくさい店ですあ<ー>あの看板出てるんですけどそれもなんか「やってる?」みたいな。 でそのビル自体もやってる、うん、このビル廃墟じゃないみたいな感じじゃない<ー>、うん、で中は閑散としてるしでそのビルの中にあるんだけどその店の玄関の扉には店名とか何も書いてないからここで合ってんのかなみたいなー、うん、ホームページの出勤表をね見たらねあ死んでるわと思って出勤表がと思ったら。 たただただめっちゃ使いづらいホームページやっかこれ嫌ですねめっちゃ使いづらないうん何か,かなんすごい使いづらい出勤表なのねかもうだから買える気がないからもうずっとその頃はこれだったらまだいい方だったのかもしれないですねこのをずっと使ってるのかもしれないですね、うん、もうとにかくねセ勢感すごいねうんまあ最近よく言うけどあの港町の馬勢のスナックあ,<ー>あの感じ特別家電1点 あのアナウンスは、ね、めちゃくちゃゃくかかりやすかったんですよ<う>、まあ、アナウンスってピッタロー言ってたらいっぱいあるんですよ。で隠語、はい、がいっぱい店によって違うんですけどあるんで例えば「スマイルタイム」かなあ<ー>あ「ハッスルタイムだ」だ今回。あ、スマイル何々」とか「はい、ハッスルタイムです」とかいろいろこう隠語があるんだけどこのお店はね20分経った時に「何々さん会話から20分です」っていうの、ね、よ。あ すごくわかりやすいので実況中継みたいな20分経過しましたよっていうそうで最後に終わったら大変残念ですがお時間終了となりますってやる <laughs> 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 めっちゃわかりやすいやろわ <laughs> かりやすいけどなんか違う店みたいですね <laughs> <laughs> そうそんな感じですごくわかりやすいアナウンスってことで,<ー>でちょっと変わってるんですけどこのお店があの部屋にね 入ってて案内されていく時になんかちょっと遠回りというかこう受付からぐるっと廊下を回ってプレフーフロアに行くんですけどその廊下を渡ったところにプレーフロアであろう個室というか部屋が3部屋ぐらいあるみたいなのよ。でその中に5ブースかな5ブースずつある感じ。 へ大体ワンフロアの大きいのがあってそこに何ブースかっていうのがほとんどなんだけどはい、はい、だから 3LDK みたいな感じよねあ<ー>扉はないけどね、はい、あの3つに分かれてて5部屋ずつある感じ<ー>俺が入ったその部屋の中では俺しかお客さんいなかった<ー>ただアナウンスでその会話から20分ですみたいなのとか残念ながらお時間シールとなりますって聞こえたから。 違うう部屋に1名いるんだっっていうのは分かった、ねうん、その後にもう一人来店したのかなで僕はその5部屋ある部屋が2つあるのは確認できたの、はい、で3つ目があるかどうかはカーテンとかいろいろあったから分かんなかったんだけどお客さんに11番シートのお客さんみたいなことを言ってたんで多分15ブースあるんじゃないかなって思ったうん、うん、店自体は広いんだろうね15ブースあるからね,そうですね使ってない部屋は 電気全開についてる感じ<ー>で使ってる部屋はこう安定してる感じだから分かりやすいってわけですけど、まあ、その点でちょっと加点しました店の異名お店営業してる <laughs> 女の子の異名パートタイムだってほんそうやパートの感覚やからね thank <laughs> you